はい、今日はトミカのイオンオリジナルのトヨタ86富士スピードウェイオフィシャルカー開けます。よし、これ今日並んできたやつ。はい、これはどうだ。ゆりちゃん、これ今日の朝早く行ってイオンで並んだね。抱っこされてたけどね。なんで抱っこされてるんだ。なんで抱っこされたんだ。甘えてたのか。違う。違うの。なんで抱っこされた。ルーフのところに青い回転灯ついてるね。なんで回転灯。これはね、富士スピードウェイってサーキットの先導する車だね。すごい速いですよって。そういうことだね。はい、じゃあちょっと詳しく見てみようかな。トヨタ86の富士スピードウェイオフィシャルカーだって。オフィシャルカーだからルーフのところには回転灯ブルーのがついてるね。で、ボディはレッドで、あ、このボンネットのところにはトヨタガズーレーシングって書いてあるね。で、フロントガラスのところには86レーシング、こっちも86レーシングだね。リアのガラスのところもね。これ全部シールじゃなくて印刷されてます。そうだね、シール貼ってない。で、フロントのところはトヨタのエンブレムがあります。で、横のドアのところは86レーシングで、ここも86だね。で、この部分もプリントされてます。で、リアのトランクのところもここも同じくトヨタガズレーシングって書いてますね。で、リアのナンバープレートのところはこれ小さくだけど見づらいな、富士スピードウェイって書いてあるのかな、ナンバープレートのところ。で、これ全部シールじゃなくてプリントされてるね。タイヤは当然サスペンションがついて、あとはドアが開くね。かっこいいね。じゃあ箱の方を見てみようかな。表のところにはイオンのマークがあるね。で、箱の後ろの方には富士スピードウェイのロゴが入ってるのかな。トヨタ86、同じ車種で他のやつはこれだね。トミカショップオリジナルの86だね。トミカコンタクトと、もう一つがこれもそうだね、オートバックス仕様かな。よいしょよいしょよいしょ。ドア開くんですけど位置について、ほい、出遅れてるぞ。富士スピードウェイです。一番前に行ってくる。そうだね。そういう順番でまず初めは走るんだね。てるちゃん、レース見たことある？うん。ないね。一列でピッ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 。遠足行きます。お取り所。遠足行くの？一列に並んで遠足行くのか。ピッピッ。幼稚園では何？一列に並んで行くの、おトイレ。そうです。そうなのか。一人行きます。ここから来る。ピッピッ、よろしくお願いします。挨拶できるの？違う。はい、どこ行くんですか？レーシング場に行きます。よし。そうじゃあ、はい、さん、聞いて、大丈夫ですか？大丈夫ですか？誰だ？その、誰の声今の？トミカの声。何の声？トミカの声。トミカの声だったのか。並びます。一列でおトイレ行きます。おトイレ行く。はい、今日はトミカのイオンオリジナルのトヨタ86富士スピードウェイオフィシャルカー開けました。ブルー。てるちゃん、86って知ってる？知ってる。見たことある？うん。乗ったことは？ない。ないね。てるちゃん、富士スピードウェイってどこにあるか知ってる？うん、知らない。日本？静岡？静岡かな。どこにあるんだろうね。昔あったこと。今度探しに行く？冒険しに行くのか。はい、今度遠足で行きます。遠足で行くのか。お
はい、大きいにしようとやっぱり。はい、じゃあてるちゃん今日もおしまいです。バイバイ。バイバイ。なんて喋ってる。